私がゴーゴーカレーが好きすぎてご一緒に商品を作らせてほしいと。皆さんこんにちは、マックスでございます。伊沢 G うまいな。もともとカレーっていうのは、はい、辛味ダウン、風味キープ、甘味キープ、風味辛味コク、うまい。あ、違いますね。宮森社長、はい、マスティオさん、辛味の風味が香辛料か。そうそう、同じですか。こうなってくるの、辛さがね。皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村井でございます。ゴーゴーカレー社長、宮森社長でございます。ですね、この度ですね、私がゴーゴーカレーが好きすぎてご一緒に商品を作らせてほしいと。今名前はカッコカレーですけど、ゴーゴーマックスカレーみたいなものを、ね、来ますね来ますね、作りたいと相談をさせていただいたところ、お受けいただけたありがとうございます。すごい嬉しいですよ。では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 、いけ、じゃあ実際もうスタートしちゃいますか。いや、スタートしましょう。どんなものを作りたいかっていうところですよ。あ、でも宮森社長せっかくなので、ね、あ、そうです、ね、ちょっと自己紹介的な感じ。自己紹介せっかくなんでいただいてもいいですか。はい、お願いします。宮森です。出身は、マッツ村井さんと同じ石川県です。石川県、神奈川の方、神奈川ついてるんです、ね、で、松井秀樹55 松井秀樹これは出ましたね。さんに刺激され、このカレー屋を始めました。おお、今では、まあ、新宿から始まったんですけど、はい、今では、まあ、日本全国もそうなんですけど、アメリカとありますよね、ニューヨーク、マサチューセッチュあとはブラジル、サンパウロになります。ブラジルにもあるんですか。ブラジルに。いや、実際今回そのゴーゴーマックスカレー買ってみましょう、はいはい。こちらレトルトのタイプ作らせていただいて、はい、そのアップマックスタイルの販売だったりとか、いろいろこう展開をご一緒させていただく、はい、はいはいはい、いや本当嬉しい話、嬉しい話ですね、はい、こんな光栄なことはない、はい、で今日もちょっと味と言いますか、ね、そうですね、実際どんなカレーをお届けするかっていうのをあのここで話し合って作って、いやもうことは作れないですけどね、あの方向性を決めていきたいなと思います。じゃあそれにちょっとよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと、いや話そうです、話しましょう、話しましょう、ちょっといいところにファイトボードを置いて。カレーの要素を決める味ってどんなものがあるの、まあ、いきなりそんな専門的なところから入るの。なんかさ、うん、入りが専門的じゃない。辛いとかあるじゃないですか。あ、なんか変えれるところとかを教えていただいて話し合っていくのが多分分かりやすいかな。もともとカレーっていうのは、まあインドで発祥したカレーですけども、はい、やっぱりインドなんですか。インドなんですね。あれはなんかインドのカレーっていうのがなんか糸井重里がキャッチコピーをつけてみんなが信じてるとかじゃなくて、リアルにリアルにインドはカレーなんですか。インドから東南アジアに行ったカレーと、はい、インドからイギリスに行ったカレーがあるんですよ。イギリスに行って小麦粉が入るようになったんですよ。はい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 。それが日本に伝わってきたのが今の日系日本式のカレーなんですね。インドのカレーって割と水っぽいというか小麦粉入ってないんですよ。水サラサラ、サラサラ系なんですね。こう分かれたんですね。そうなんですね。で、伊沢 G うまいな。僕、企画会議よく取るじゃないですか。綺麗な字書いてんな。会社でもよくやるし。もうやるな。南電カレーと北電カレーなんですよ。南電カレー、北電カレー、南から伝わったカレー。ああ、なるほどなるほど。なんか、かっこいい。日本の系譜は今、北電カレー。北電カレー。北から伝わったカレー。これが今日本でよく親しまれてる小麦粉がちょっと入ってる。そうです。ゴーゴーカレーもこちらですよね。そっちで。なるほどなるほど。完全にね。もう家庭のカレーもこのイギリス系の、イギリス系というのはイギリスから来たカレーで、日本風にまたさらにアレンジ。じゃあまあここから発生したあれですよね。うん、そうです。まあ小麦粉が入ってるっていうことで。そうです。小麦粉。はい、が入っているということで、はい、まあ、味を決める要素ですかね。どんなものがあるんですか。辛さっていう、辛さを出すのは、辛さとか風味とか風味、はこの香辛料なんですね。風味なんですね。風味、風味、香辛料、香辛料、辛味と香辛料、辛味と風味が香辛料で出すの。辛味と風味を両方なんですね。そうですそうです。なんか甘さとかは、甘さ、甘さは甘みたいな甘さはですね、
野菜とか、はいはい、バーモントカレーだったら、なんですかね、蜂蜜とリンゴとか、ああいうとか、まあ、砂糖とか入れたりもあるんですけど、うん、なんかですね、なんか整理されてますね、うん、すごい。あと酸味もあるんですよ。酸味はね、これトマト入れるんですよ。おー、夏カレーって感じしますかね、トマトとかが来ると。これインドカレーでも入ってますね。まあ、インドカレーって言ってもいろんな種類あるんですけど、よく使います。ゴーゴーカレーの特徴は、なんか私の中ではゴーゴーカレーは辛みとか、なんかコクがすごい特徴的なイメージがある、うん、あとはですね、コク味、コク味っていうのコクなんですよ。コクを出すためにこれが大事なんですよ。ミルク系とか、そういう味が大事なんですよ。で、ね、これカレーの実は難しいところは、はい、これをじゃあ一気に全部入れてコト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 煮込めばできるもんじゃないんですよ。もう順番があるんですよ、これ。あー、なるほど。あとね、この例えばいわゆるカレー粉ってあるじゃないですか。この香辛料ですね、香辛料とかここら辺をいるんですよ。焙煎するんですね。あ、フライパンとかで焙煎、これが高温で1時間ぐらい焙煎するんですよ。長っ。結構かかってますね、時間が。だからで、その後も入れる順番全部決まってるんですよ。これ間違っても味全然違う味になっちゃうんですよ。同じ量入れても違うんですよ、はい、時間もその遅すぎたり早すぎても違うんですよ。これはね、いろいろやっていくからこそこの癖になる味わい。うん、これ我々のカレーはこう、まあ、こういうの細かく入れていって55の工程出た。松井秀喜5号、それもあって55、数えたら55だったんですよ。偶然ですか。でそれ5時間煮込むんですよ。焙煎とかも入れてるんですけども、約5時間から5時間。ちなみに質問が、はい、今回はベースとしてはレトルトでの、はい、まあ、通販だったりとかの販売が主になると思うんですけど、はい、そういう時の制約ってあるんですか。これはできない。あ、そのレトルトの袋に入れて温度を上げてたりするんですけど、この伝わり方でもやっぱり味って変わっちゃうんですよ。そしたらそれを見越してやらないと再現できないんですね。じゃあ今回のマックスカレー、ゴーゴーマックスカレーどんな感じにしていきましょうか。私から言っちゃっていいですか。結構、あ、私はもう、はい、まあ希望ありますよね。ゴーゴーカレーかなりヘビーユーザーなので。ですよね。この今要素としていろいろあるじゃないですか、すごい、こんな言い方が正しく適切かどうかわかんないんですけど、はい、辛味ダウン、風味キープ、キープ甘み、なんか甘みはね、変わらなくていいと思う。そんなね、結構分かりやすくて僕は嬉しい意外とハマってきた意外とハマってきた甘みはね、そんなね、甘くなくていいんですよね、私の中では。じゃあ、うん、キープでいいんですか。なんかそんなね、うん、ゴーゴーカレーをね、形成する要素ではないんだわ、うん、村井さんの中で、うん、私の中でも、うん、かつ、ゴーゴーマックスカレーってものができた時、もしかしたらみんながイメージするのは、うん、辛さ100倍とかで、うん、なんか、マックスみたいな、なんかそういうかもしれない、ね、ありますありますね、そういうイメージが。いや、多分なんか私を応援してる時に、私とかも普段ニコ生とか放送中もよく食べるわけで、うん、ピザとかいろいろ食べるんですけど、うん、それをなんかブラウザ越し、PC 越しとかスマホ越しに見ながら食べるカレーであってほしいから。あー、めっちゃ汗かいてるみたいな、疲れちゃうんですからね、カラーみたいな感じで、水水とか言ってたら放送見れないから、うん、ではではちょっとその方向で、これからまた第2弾、第3弾とかも続いていくと思いますけれども、はい、この企画をね、何とか、はい、よろしくお願いします。今日はなんか好き勝手のことばかり言いましたが、ぜひともちょっとよろしくお願いします。じゃあ今日はそんなんで、じゃあ締めましょうか、はい、じゃあ、はい、マッツムライゴーゴーカレーカッコカリカッコカリ企画スタートいたします。皆さん、はい、こうご期待ということで、お楽しみに、楽しみに。はい、で今日は宮森社長でした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。